スナーの皆さん、ごきげんよう。梅沢義久です。総合保険代理店 FPS プレゼンツ WHB レディオショー始まります。この番組は前橋町中元気21の M-WAVE 前橋シティ FM のスタジオからお送りしてます。生放送じゃありません。この時間にスタジオに来てもらっても誰もいないですよ。うつむきがちになってしまいそうな世の中に負けないで、心に青空とそよ風を感じて、これからの30分、心温まる癒しの時間となることを願って、 Just do it right now。 悩める時も健やかな時もここにおいでよ。 WHB レディオショー。クレールトゥービーカインド、ニック・ローお送りしました。毎週木曜夜10時 WHB レディオショーは総合保険代理店 FPS の提供でお送りしてます。さて今日の1曲目、ニック・ローのクレールトゥービーカインドお送りしました。恋する2人なんていう放題がついてます。この曲との出会いは今でもよく覚えてます。毎週月曜夜10時
NHK サウンドストリート元春レイディオショー、そう、若かりし日の佐野元春さんのラジオ番組でした。1980年代のある月曜の夜、部屋で一人で FM ラジオを聴いているとこの曲が流れてきました。当時僕は大学生、まさに佐野元春さんの紹介してくれる洋楽にどっぷりとハマり始めた頃でした。若き佐野くんのステージのお手本はブルース・スプリングスティーンでしたね。僕も大好きになりました。当時は80年代初め、ブルース・スプリングスティーン、ボブ・シーガー、ジョン・クーガー、トム・ペティとかのハスキーボイスのアメリカンロックンローラーたちが大好きでした。ロックンロールはハスキーボイスでシャウトするものって思ってたわけです。そこへこの曲です。疾走感のあるポップなイントロ、それでいて繊細で知的でクールな雰囲気のこの曲にノックアウトされました。クールなロックンロール、クールっていう言葉の捉え方もロックンロールに開花させてもらいました。この曲は1979年のニック・ローのセカンドアルバム Labor of Lust なんていういかにもなタイトルのアルバムに収録されてますが、1978年のファーストアルバムは Jesus of Cool、 極めつけのクールなんていう生かしたアルバムタイトルをつけてます。アイロニーとユーモアのセンスはとてもイギリスっぽくてかっこいいですね。この曲との出会いはそんなエピソードがあります。ラジオはそんな秘密の約束を演出してくれます。この曲を僕の番組で紹介できてとても嬉しいです。この番組では身の回りで起きてる何かいいことをキャッチして皆さんに紹介していく、何かいいことが起きてる時、そんな時の皆さんの心の中に入っていって嬉しい気持ちや楽しい気持ちを共有していきたいなと思ってます。ゲストもたくさん呼びたいと思ってます。皆さんと心温まるホッとする時間を共に過ごせれば嬉しいです。さて、本日のゲスト紹介しましょう。先週に続きまして今週もひとしをゲストにお迎えしてます。来ちゃった来ちゃったこんにちは。はい、今田ひとし、こんばんは。うん、こんばんはんですね。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、ひとしまた来てくれましたけれども、本当に、先週もちょっと話したけどね、はい、ひとしとは全く相棒みたいなね、ところがあります。長い付き合いになりましたね。音楽のことと限らず何か思い出すような話とかありますか？いやー、そうですね、本当に社会人になってからは、梅さんと、ずっと過ごしている、そんな感じで、もう仕事というのを飛び越えた、まさに、僕も最高のパートナーと思っておりますよ。大好きです気持ち悪いですね二人ともうさぎ年ですね、はい、一回り違ってます、12年、年齢違うんですけれども、本当にいい相棒ですかね。そうですね、僕は割と仕事を割とコロコロ変える方で、保険の仕事と出会ってからはずっと保険やってますけどもね、それまでは割と仕事変えてた割には人人は常に、いろんな仕事を一緒にやったりやってましたね面白いこともたくさんやったり、まあそんな中の二人ですね。なんでこんなに相性が良かったのかなというふうにね思いますけどもね。いや、本当にね、うん、梅さんはやろうとすることがあまりにも面白くて、やろう、そしてじゃあ一緒にやりましょうみたいな、気持ちになっていくことばかりが続きましたんでね、僕としてはもう本当に一緒にこう盛り上がっていっちゃったら、なんかね、世界征服も可能じゃないかというぐらい、気持ちは乗っかっておりましたよ。本当に大げさなやつなんでね、僕ら大したことはやったことは一度もないですけども小さな楽しいことをたくさんね、やって、そうだよな、本当に一つやったことでうまくいかなかったことが思い当たらないですね。本当に連戦連勝、はい、まあ楽しかったよな。楽しかったですね。本当だよなまあ何でもかんでも勝手にやろうぜっていう感じでね、楽しい好き勝手な人生を送ってるっていうところで、なかなかいい曲の振りになったんじゃないかなと思ってね、それではね、ここで曲に行きたいと思います。沢田研二、ジュリーの勝手に仕上がれ、ジングルに続いてお送りします。WHB レディオショー、背中で聞いている、やっぱり
前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい、戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ、寝たふりしてる間に出て行ってくれ。家の窓に立つお前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない、ジュリーの勝手にしやがれ、お送りしました。ひとしお特にこの曲には何の思い入れもないですかね。曲、曲の思い出というか、この頃、よく梅さんとカラオケに行った時とかの、ね、カラオケね、カラオケね、カラオケに行った時にやっぱ聴いてる頃の派手な遊び方の思い出しかないですね。なんかこれを聴いていた頃、はい、の思い出が蘇ってきます。なるほどね、はい。ジュリー、この曲はですね、僕が、ひとしといろいろとやっていくことのうちの一環で、ライブを始め、CD を作りなんてことでやりましたけど、フリーズで、ね、高崎クラブフリーズで、ライブをやりました。なんと無茶だよな、完全にワンマンだもんね。そうです ね、はい、俺たち俺50歳からバンド活動始めたもんで、いわゆるライブっていうのは対バンでやるっていうこと知らなかったよな。もう初めから全部ワンマンライブだもんな。そうですね。友達のバーでやったり、いろんなレストランでやったり、はい、当然40人とか60人とか、90人とか、うん、そんなぐらいのキャパだったけど、毎回満員だったよな。はい。最高でしたよ。本当にそれに調子づいたよな。それに調子づいて、いきなりフリーズで、ライブやろうぜなんていう、やることでやっちゃって、250人ぐらい集めなければ、ね、大変だったけど、はい、相変わらず満員でした。満員でしたね。いや、気持ちよかった、あれは。皆さんもぜひどうぞ、やれるかな。またやりたいね。はい。
その時の1曲目、当時僕は佐野元春のコピーバンドでね、佐野元春さんの曲ばかりをやったライブだったんですが、1曲目がジュリーの勝手にしやがれでしたね。この曲、思いを語り始めるとだいぶ長くなっちゃうんでね、あまり話しませんが、僕にとっても大切な曲です。はい、ここで、大好きな佐野元春さんの曲を1曲紹介しましょう。番組からのお知らせに続いて、 Do what you like、 勝手にしなよ、お送りします。WHB レディオショーはリスナーの皆さんからいただいた身の回りで起きている心温まるいいことを中心に、僕梅沢義久の気の利いた選曲とともにお届けする番組です。皆さんからの投稿、心よりお待ちしております。曲のリクエストもどうぞ。あるようなペルシャ風のブラウスに身を包んで、君は車のフェンダーに座ってネオンのパズルを楽しんだる。素敵な夜とはこんな風に始まるのさ。街の噂はこの際何にも関係ない。 I said do 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 what you likeDo what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. 君みたいな女の子と長い間付き合ってると、こっちはまるでソクラテスみたいな哲学者になっちまうぜ。バガンディワイン、スキャンダル、サクソフォン、寂しい目をしたウェイトレス。ここにはあの子の目の色変えるものでいっぱい。 I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. ジェリー・ルイスの真似をして通りを歩いてゆくと、すごくセクシーなモンローウォークで君が後からついてくる。素敵な夜がこんな風に始まってる。エメラルドの街路樹をさあ今からぶっ飛ばすぜ。 I said do, do, do what you likeDo what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. 土曜の夜、あちこちの車でいくつものロマンスが芽生えて、優しい月の光全てを地上に捧げている。いつか君に喋ったことかもしれない。愛して生きてだけどいつでも君は自由さ。 I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. 魂のボリュームグッとグッとグッと上がってきたさ。このままブルースはジャズのシャワーで洗い流そう。 Wow, wow, do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like. Do what you like and you can go anywhere. I said do, do, do what you like.Do what you like and you can go anywhere.
もっと自由に、もっと陽気に、もっと幸せに、 Right on the wind M Wave。Do what you like、 勝手にしなよ、佐野元春、お送りしました。しかしこの曲はどうですか？そうですね、なんだっけな、レストランみたいなところで雰囲気よく、梅さんがやっぱり歌ってたのを、一番印象に残ってますね、ああいうところが本当にぴったりな曲だなと思いながら聴いてましたけれどもね、そうだな、佐野元春自身もね、これ本当に80年代の最初のアルバムに、佐野元春のね、アルバムに入ってるんだけど、当時ロックンローラーの佐野元春は非常に攻撃的な歌を歌ってたそうです。その中でこれを作ってみんなの前で歌ったら、すごくこのフレンドリーな雰囲気になって、自分自身も解放された曲だ、なんて言ってますね。これ勝手に仕上がりに続いて、この Do What You Like も勝手にしなよっていう、格好書きがついてる、題名がついてます。僕これ実はフリーズにやる前のライブでは全曲トップコロ曲でした。やっぱりみんな集まってくれたけども、皆さんの自由にやってくれよと、勝手にやってくれよと、そういう気持ちで、ライブを始めたなっていうのを思い出しますね。はい、僕の話ばっかりしてもしょうがないので、ひとしのね、この番組のコンセプト、はい、何かいいことあったらぜひお話ししてもらいたいなっていうところだけど、まあ、ひとしは周り中いいことだらけかもしれないけどな、なんかいいことありますか？そうですね、やっぱり今一番頭にこうあるなっていうのは、長女と長男のお話ですね。最近こう長女と、お話をすることが多くなって、車移動中とかで、実はパパのこと尊敬してんだよと、なんといきなりどうしたと話をするとですね、リコはいろいろなことをパパは考えていて、いろんなことをこうやってるけれども、どうやったらそういうことができるの、やっぱすごいよなんて話をしてたので、パパもね、僕の先輩で梅沢義久さんっていうのがいたんですけど、その人にね、手帳を使えばいいんだよ、手帳を使うことによって自分の記憶の脳の代わりにその手帳が役割を果たしてくれる、そういうことかって言って手帳を使うようになったんだよパパはと、そんな話をしたら、パパ私も手帳欲しいんだけど、なんていうのでね、一生懸命パパの好きなやつ選んでよと言われたので、一生懸命選んできたんですね。一日、日の長さを感じる手帳なんていうのがあったんですけども、それが24時間しっかりびっしり書けるものがあるんですけどね。だいたいリコは半分以上寝てんじゃないかなと思うんですけども、今もなお、もう3週間ぐらい続けてますね。手帳をしっかりと活用して、朝から、自分の限りある24時間を充実して過ごす長女を見ていると、非常に、なんていうの、微笑ましいというかね、やってんね、やってんね、なんていう気持ちで、とにかく心が温かくなりましたね。もっと追加で言うと、すいません、弟くんですね、長男坊がですね、リコを見て、俺も手帳が欲しいと、せっかくだから、リコと同じ手帳を、ネットで頼みました。そんなことを、ちょっと話したかったなというところですね。以上です。ちなみに何歳と何歳ですか？15歳と13歳が、僕も驚きましたよ。同じように手帳使いたいなんてね。僕は本当に30歳ぐらいからだと思いますよ、手帳使ったのは。失礼しました。いや、面白いですね。僕のこの番組はですね、音楽番組にしたいという気持ちが強くあってね、できる限り小瀬さんにも、曲はフルコーラスでかけてくれよとお願いしてるんだけど、今日のひとしのこの話、これなかなかカットしたくないですね。俺はね。そうすると、残念なことに曲がカットされると。やばい。いう方向に行くかなと。本当にひとしんち面白いですね。とにかく何が面白いかっていう、これからまあ、ひとし、2週続けて呼びましたけどもね、これからも何回も来てもらいたいです。やった、ね、何がすごいかっていうとですね、こいつんちとにかく人が集まるいつも友達で溢れてるよな。うん、なかなかね、これについてもいろんな話これからもしていきたいなと思ってますね。ありがとうございます。はい、そういえばひとしあれだよな、この番組は総合保険代理店 FPS プレゼンツなんて言ってますけどひとしってFPS のお偉い方だよね。待ってましたよ。待ってました。総合保険代理店 FPS、執行役員やらせていただいております。執行役員。はい。大したもんだよな。ありがとう。
ます、ね、あのこの、本当に協賛をさせていただいて、登場までさせていただいて、まさかのねうちの、なんだろう CM までこうさせていただけるということで、コマーシャル今言っちゃってもいいんでしょうかね。そんな話した覚えないけど、ね、あれ小瀬さんの顔見てみると、あ、オッケーオッケー出てるじゃないですか。あら、ぜひFPS、群馬の保険といえば FPS をぜひ、皆さんの、脳の中に、記憶に、残していただいて、僕らと共に、楽しい、時間を送ってもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。オッケー、そうだな、 FPS のCM ということになりますかね。そうですね。嬉しい。小瀬さんもそれで OK という感じで、ね、ありがとうございます小瀬さん。しっかりと制作していくことにしましょう。はい、2週にわたってひとしおをお迎えしてお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間が近づいてきました。話は尽きないですね。また呼びますんで、伝えたいことどんどん喋ってもらえれば嬉しいです。ありがとうございます。はい、この番組のスポンサー総合保険代理店 FPS の CM 制作も決まりました。やった。どんな出来栄えになるか、それもお楽しみにってところですね。はい、はい、最後にひとし、もう一回何か喋りますか。いやもう喋りたいこといっぱいでですねまあ例えばですね、うちの会社、はい、ひとし、どうもありがとうございました以上。30分あっという間です。僕の大好きな曲たちをたくさん紹介していきたい、ゲストの皆さんのお話も聞き出したい、そして僕の伝えたいことも伝わる番組にしたい、やりたいことが山ほどあって番組のことを考えていると夜も眠れなくなってしまいます。皆さんもこんなことやったら面白いんじゃないっていうアイデアがあったらぜひ教えてください。皆さんに参加していただきながら愛される番組作りを目指していきます。毎週木曜夜10時 WHB レイディオショー、よろしくお願いします。毎週土曜午後2時再放送もやってます。 WHB レイディオショーバッジのお知らせも、何かいいことの投稿や曲のリクエストを番組で取り上げた方にプレゼントします。投稿リクエストぜひよろしくお願いします。僕のメールや LINE とか Facebook のメッセンジャーとかからでもいいですし、 MWave のホームページ、メール、ツイッターからでももちろん OK、 お待ちしております。それでは僕の曲 Voice of SG を聴きながら今夜はお別れです。リスナーの皆さんどうもありがとう。じゃあまた来週。 DJ 梅沢良久でした。